日本赤十字社の名誉総裁を務める皇后さまが今月15日都内で行われる全国赤十字大会に出席されることが発表されました日本赤十字社の名誉副総裁を務める秋篠宮桐子さまや常陸宮ひか子さま三笠宮家の肝心親王の信子さま高円宮妃久子さまの大会への出席も合わせて発表されました毎年開催される 全国赤十字大会は、赤十字活動に顕著な功績のあった個人、団体を表彰するもので、医療従事者やボランティアによる活動報告も行われます。皇后さまは、昨日7日まで天皇陛下や長女の愛子さまと栃木県の御陵牧場で静養されていました。愛子さまは、4月、日本赤十字社に就職し、青少年、ボランティア課で情報誌の編集や、 ボランティアに向けた研修会などを担当されています。